ヤワタ市立男山東中学校は、京都府ヤワタ市内、リサ畑にある公立中学校。省略名、東中。ヤワタ市南東部の田園地帯に位置する。ヤワタ市立男山第二中学校の課題規模解消と、東部地区の遠距離通学解消を目的に新設された。市立学校発の切り妻屋根を採用している。体育館は一部2階建ての構造で、 2階は、住建道場となっている。他の私立中学校同様にプール学習は、導入されていない。2017年度から給食が始まった。制服は指定のものを着用する。校区は、八幡市立優都小学校、八幡市立美ノ山小学校の通学区域である。八幡市は、公立学校選択制を導入していないため、この2校の小学校区在住の場合、 私立中学校への進学は自動的に本校となる。八幡市の学校再編計画に伴い、2011年に八幡市立男山第二中学校との校区の教会を変更し、八幡市立南山小学校を男山第二中学校の校区に変更した。八幡市教育委員会広報誌、くすの第五十号によると、 1985年には、男山第二中学校の生徒数は1366人に、達した。出展元広報やわた第319号出展元広報やわた第351号、教育委員会広報誌、楠木第38号、やわた市教育委員会教育総務課。2011年8月20日閲覧、俗者の教育者、 情報機器の授業見学8万2項で、京都新聞、2011年8月20日閲覧、ありがとうございます。